アイランドのケイ君の親友という方がツイッターを上げてまして、それがすごく話題になっています。文化系トーク YouTube グランパンパースです。おそらく皆さんもご存知の方も多いと思われますが、矢野さんという方なんですけれども、ツイッターの方でケイ君の親友ということで、ケイ君が言われない誹謗中傷にあったりとか、そういう感じのことがあって、それに関してツイートをしてくれました。これが本物なのかそうじゃないのかっていうところの議論というのはもちろんあるんですけれども、おそらく本当の親友の方なんじゃないかなっていう感じで、皆さん思ってらっしゃると思いますし、私も文章を見た感じで、本物なんじゃないかなっていうふうに思いました。はい、でも最初に断っておきますが、もし本物じゃなかったとしても、矢野さんにはありがとうございますと言います。これは本物だと思っているんですけれども、仮にそうじゃなかったとしてもです、本当にケイ君のことを思っている文章で、あれによって本当にケイペンはみんな救われた人も多いと思います。でも多分なんですけど、画像のところが2人写ってて、おそらくあれは矢野さんとケイ君なんじゃないかなっていうところがあったりとか、それがなんかイケメンだっていう話がね、上がっていたりとかね。うん。まあ、ケイ君の友達だったら、まあ、イケメンでしょうね。まず、心根がイケメンだっていうところもあるし、その、内面も外見もきっとイケメンなんだろうと思います。ね、そんな風に思ってます。いや、ほんとね、これは、なんだろう。まず、ケイ君が仮面ライダーっぽいっていう、ちょっと前の動画で言ったんですけど、その仮面ライダーを助ける人っていうのは絶対にいるわけで、本当にそれだなっていうのもあるし、スポーツ漫画とかスポーツアニメであるその友情物語だし、ジャンプ漫画のそういうのにも通じるし、本当にすごいいい親友だなって思いました。文章に関してですけど、私の声で読むのをやめておきます。リンクは貼っておきます。もしまだ見てない方いらっしゃったら、見てください。ぜひ、本当に感動すると思います。ケイペンの方も、メンタル的に救われるところもあると思います。私も救われました。昨日の段階で本当は動画に上げたかったんですが、ちょっと仕事が忙しくてなかなかできず、それから一応ちょっとね、まあ、どんな感じなのかなっていう様子も見たりしてました。ちなみにですけど、これ、新田さんが、YouTuber のダンサーの新田さんがですね、Twitter でおっしゃってたのがあって、それでは知ったんですけど、ケイのお母さんっていうアカウントがあったらしいんですよ。で、それが、これが偽物だっていうところの話があって、どうやらその動画の中でケイ君のお母さん本人と、新田さんがやり取りをしたらしく、そこの中で、そのご本人ではないっていうことが確認できたみたいな話でもあって、そういうのがあったと。で、私はその偽物のケイのお母さん、ケイ君のお母さんのものは見れなかったんですが、見た人の話によると、なんかすごい頭が悪そうなことを書いていて、しかもケイ君の将来を邪魔するようなそういうことを書いていたらしいっていうところがあって、明らかに違和感があったって言ってらっしゃいました。その違和感っていうところで言うと、矢野さんの文章には違和感が全くありません。私は去年取り扱っていました、NGT48 というアイドルグループがあるんですが、あれもそのいわゆる偽アカウントみたいなのが大量に出てました。偽アカウントだったりとか、それから明らかに愉快犯だったり誹謗中傷アカウントみたいなのがあったりして、情報とか時系列がむちゃくちゃだったりとか、明らかに言ってることが支離滅裂だったりとか、そういうのがあって、でそういったものとその矢野さんのツイートは全く違うものだというふうに感じてます。その矢野さんの文章が英語とか韓国語とかいろいろな国の言葉で訳されてまして、しかもその昨日の段階でリツイートの日本でのリツイート数が日本で16位だったっていう時間帯もあったようです。ケイペンの人たちの凄さっていうのがすごくわかります。私もリツイートをその時間にしたので、私もその中に入っていると思うんですけれども、なんかね、矢野さんのファンクラブもできるんじゃないかなっていうぐらいな、そういう勢いですよ。もうケイさんとね、矢野さんでね、ケイ君と矢野さんで、本当にいい友達だったんだろうなって思うしね。なんだったら、ケイ君と矢野さんのエピソードで、誰かが、漫画とかアニメにしてほしいくらいですよ。ドラマでもいいけどね。うん、ほんとそう思いました。アニメファン、アニオタなもんですから、アニメにしてほしいなっていう。これ本当にアニメになりますよ。うん、すごいいい話が書けますよ。ちなみになんですが、この矢野さんの、ツイッターのアカウント名が、@矢野1997108って書いてあってですね、
1997年と言いますと、ケイと同じ年、年というか、ケイが1997年生まれなんですよね。今ちょうどコメントじゃなくてツイッター見てるんですが、なんかヤノペンになるケイの女たちが増殖してる、わらわらっていうね、わかるその気持ちって書いてある。ヤノペンいいっすね。ヤノさんとケイでね、2人のファンでいいんじゃないかなって思うんだけど、それからここでもね、ケイの女たち、矢野さんのツイートでだいぶ心が軽くなったんじゃん。少なくとも私は少し救われたよ。人生をかけたい。戻るから信じて待っていてほしい。っていうことでね。はい。私はもちろんね、女じゃないので、ケイ君の女ではありませんがね。ケイ君のおじさん。それまたなんか物議を醸し出すな。ケイ君を、ね、応援しているおじさんです。はい。まあなんかいろんなことがあるので、矢野さんご本人にも何か変なリプとかが来てなければいいなって思いますけれども、しかも SNS をあんまり使ったことがない方っていうこともあるらしいので、まあでもそういう粘着質な連中って出てくるかもしれません。ただ本当に勇気を出してやってくれたことを感謝しています。文章もね、私は読みませんが、皆さんぜひ自分で読んでいただきたいんですが、まだ読んでない方は。私もね、もう本当に5回くらい読みましたね。うん。で、仕事とかね、まあまあ、私も腰やっちゃっててね、なかなか大変だったりするんですけども、肉体労働なのに。その時に矢野さんの文章を読んだことで少し元気が出たりなんかもしてね。うん。俺も矢野ペンになっちゃうかもしれない。はい。というわけですので、ぜひ、まだ読んでない方は、矢野さんの文章を読んでみてください。冒頭でも言いましたが、私はこれ本物だと思っていますが、皆さんのご判断でね、お任せいたします。ただ、本当に元気が出るということは間違いないですし、文章に書いてあることで、本当にケイ君が頭に浮かぶような感じです。だから、きっと大丈夫。ケイ君もきっと大丈夫だと思います。気づけば日本ではエンハイフンよりもケイ君のことの方が盛り上がってるようなイメージがなくもないんですけれどもね。まあ、日本人の感覚としては仕方がないのかもしれない。でも本当に、なんていうか、ツイートでは見たんですが、60カ国以上にそのケイ君のそのことが、そのすごく、みんな応援してる人たちがツイッターとかで応援をしていて、矢野さんの文章もいろんな国の言葉で訳されるっていう、これは本当に日本人としてね、ケイ君素晴らしいなって思うし、誇りだなって思うし、宝だなって思うし、親友の矢野さんもすごく誇りに思います。ケイ君もきっと矢野君のことを、矢野さんのことを誇りに思ってるんじゃないでしょうか。はい。というわけで、ケイペンであると同時に矢野ペンにもなりそうなグランパンパースでございますございました。はい。では、よかったらチャンネル登録お願いいたします。では、失礼いたします。言いたいことは今日言っておく。グランパンパースでした。